もしもーし、俺だ、ピオニーだ。隊長、無理してねえか？急に優しい。どうしたの？何？岩の巨人、レジロックと出会った？だっはっは、やったな隊長。他の巨人の調査も、引き続きやるっきゃねえな。それじゃあ頑張れよ。なんか、一瞬優しかったよね。で、これで、次の、どこ行きましょう。ここか。おや？扉に文字が書かれてある。命ある雪の結晶と共に歩け。命ある雪の結晶。命ある雪の結晶か、アイテムってわけではないよね。命があるわけではないから、今度こそポケモンかしら。命ある雪の結晶、そんなポケモン持ってたっけ。おお、地震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 。おお、そこそこ大きいかも。おお、結構揺れてる結構揺れてる。実況してる場合じゃない。まだ結構揺れてる。雪はみ？いやー、でも結晶ってわけじゃないもんね。そんなポケモンいるっけ？この近所になぜか闇の石。いないね。それっぽい雪の結晶。あ、これは？これ結晶？まあ、結晶っぽい形はしてる。これ鋼？これどっち？フリージオっていう、まあ、雪の結晶っぽいよね。これでいいのかしら。近くにいるポケモンで多分いけると思うから、まあ、さっきのドータ君みたいな感じで、多分もう目の、まあ、ドータ君の時は空振りだったけど、まあんな感じで近くにいるんだと思う。で、その中で多分一番結晶に近いポケモン？これかな？違うかな？命あるだから、道具じゃないと思うよね。そしたらポケモンぐらいしか思い浮かばないけど。あ、結晶ポケモンって書いてあるわ。ちょっと一旦カメックスには下がっといてもらって、これでいけるかしら。これ手持ちじゃダメなんだよね、多分戦闘だよね。共に歩けだから。来てる？あ、いた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 。これでどう？どうだ？
あ、いたー、よかった。あの、口笛が一番わかりづらい。まだこの方がわかるわ。はい、ということで並び替えして、キャラクターの操作が難しい。よし、5。で、ここで氷の力ジャギー。これレジアイスね。今回はサクッと言ってくれよ。さっきのレジロックめっちゃ時間かかったからね。ここもオーバードライブである程度削れるんじゃない。あ、全然いかない。もうちょいいけるもんね。危ない。もうさっきのあいつと違ってレジロックと違って全然他のことをしてくれない。まあこれでいけるかな。さあまた始まりました、ハイパーボール選手権。どんだけで捕まるかな。よし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 。いやー、よかった。まあまあ投げたよ。これもよしよし。これでレジアイスも捕まえましたと。いや、結構投げたね。で、巨人の寝床の奥深く、岩の巨人眠るが、これはもう終わったね。これだ、雪中渓谷のへそ、氷の巨人眠る遺跡あり、命ある雪の結晶と共に歩け。フリージオをボールから出していると、扉が開き、レジスチルと出会った。あとこれだね。じゃあ今度は3つの巨人を 手持ちに入れときゃいいかな。もしもーし、俺俺、ピオニーだ。探検楽しんでるか。何、氷の巨人レジアイスと出会った。どっはっは、やったな隊長。他の巨人の調査も引き続きちょちょいだぜ。それじゃ頑張れよ。何を感じ取って電話してきてんだろう。頑張れよしか言わないしね、最終的にね。で、最後ここだよね。岩の巨人、氷の巨人、鋼の巨人、3つの巨人集まりしとき、運命の扉開かん。何も起きないってことは、手持ちに入れなきゃダメかな。これでどうよ。まあ、開いたね。手持ちに入れとけば OK と。これなんだろうね。巨人が、この2色、右と左で色が違うんだよね。あー、なるほど。その形重要っぽいね。今まで穴できてたもんね。ってことはちょっとわかんないんだけど、この紫、右のね、紫の壁の色っていうのが、アクとか、あと、何が可能性あるかな。アクとか、ドラゴンってこんな色？いやー、ドラゴン微妙だよね。アクタイプの、レジギガス系の巨人？で、左はまあ電気でしょう。この黄色ね。なので、
まあ、さっきの穴がねあって、これも多分2種類なんだと思うんだよね。うん、あの北条の王の時みたいに氷タイプかゴーストタイプか選べみたいな。あ、ゴーストありえるな、この紫。なのでゴーストタイプの巨人か電気タイプの巨人かを選べという形なんじゃないかな。どうでしょう、わからないけど。いや、巨人はもう戻して、なんか電気タイプ欲しいよね。ちょ、電気タイプで行ってみようか。確かさっきはこう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 だっけ。なんだか空気が変わったような。ただこれ電気タイプだからあれかな、ストリンダーの麻痺効かないかな、そんな気もしますね。あ、ちょっと待ってよ。さあ行きますか。電気、あ、やっぱ電気だったんだ。電気で行こう。ジジジジジジ。何これ、レジエレキ。気持ち悪いんや、なんかね。今までのタイプと全然違う。その、なんていうの、硬さというものがないよね。これ多分ホップスリス意味ないと思うんだよね、電気タイプに。そうよね。まあこのまま削っていきましょう。サンダープリズン。てか早くない？向こう。向こうが常に先手なんだけど。新速。なんか急に相手がスローモーションになった。これいけんじゃない？うん、いい、そうね。状態異常できないけど、サンダープリズンのダメージ止めればいいかな。いけ、来い。ふう、よかったよかった。レジエレキ捕まえましたね。これレジエレキっては、今回からなのかな。この冠の発言で出てきた新しいレジタイプなのかな。もう一個何だったんだろう。レジゴーストとかだったのかな。レジダークとかそんなんだったのかな。全身が電気エネルギーを作る機関、ガラル全土の電気を作り出すことができるか。で、これボックス送っときましょう。これかな。陶器三つ又ヶ原の地に双子の巨人眠る遺跡あり。あ、双子の巨人か。いや、電気ともう一人なんかいたんだね。三つの巨人集まりし時、運命の扉開かん。岩、氷、剥がれの巨人を集めると扉が開き、巨人を選んだ。報告行こう。もう一個のタイプ気になるね。何だったんだろう。もうみんな瀕死だな。おう、隊長、探検の調子はどうだ。もう最後の巨人伝説だね。ロックから行こう。ふんふん、そのゴツゴツしたやつが岩の巨人レジロックつーよりかは、なんか今の草ジムリーダーそっくりだ。草ジムリーダーってあれじゃない、名前出てこないけど、あのほんわかしたなんだっけ、名前出てこないわ。あのジムリーダーみてえに肩幅の広さは岩みてえにゴツくてすげえ。岩の巨人っぽいってことで探検達成にしとくか。もう、これ全員あれなのかな。ジムリーダーに例えてくれんのかな。何？伝説のレジェンスを捕まえただと？ふんふん、そのカチコチしたやつが氷の巨人レジアイス？普通よりかはド派手な間接照明みてえだな。
光らせてシャクちゃんに見せてやりてぇぜ。しっかしその腕っぽしの太さ、見てるとなんかブルっちまう。氷の巨人っぽいってことで、探検達成にしとくか？なかなか認めてくれないんだね、100% だよ。ふんふん、そのツルツルしたやつが鋼の巨人レジスチル？通よりかは、なんかボーリングのボールみてえだな。でも何考えてるかわかんねえ、無機質な面。いや、これ多分全員無機質な面だと思う。鋼の巨人っぽいってことで、探検達成にしとくか？何これ最後ね。ふんふん、そのバチバチしたやつが伝説の巨人レジエリキ？通よりかはあれだ。クーとバチバチするカラフルな方が、ああ、ある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 ね。うん、しかし、メリハリ効いた体を支えるやべえバランス感覚。ビビッとくるぜ。電気の巨人っぽいってことで、探検達成にしとくか？で、これで終わりだね。よっしゃー、メモの調査完了の印をつけてやるぜ。で、可愛く0点なんだよね。OK。うん、全部調べたよ。って、ありゃ、おい隊長、今のでピオニープレゼンツ伝説探検ツアー全部達成したんじゃねえか？うおー、めでてえな。これあれだ、どすげえよ。しかし隊長のその熱心さよ、俺が情報を集めた眉つばら伝説ツアーなのに妙に熱入ってたよな。もしかすっとマジに伝説のポケモンたちと出会ってたりすんのか？あー、それは、いや、皆まで言うない。隊長の面見りゃわかる。もっとも、ものすげえ、ナイスな探検をしてきたんだろう。そしてその探検は、お前さんだけの宝物。ちゃちゃ入れて、冷や水ぶっかけるような真似はしねえぜ。デフ隊長、俺の伝説ツアー楽しんでくれてありがとな。感謝の印に、こいつを受け取ってくれ。あ、ピオニーのレアリングカードだ。ん？しかし、なんか忘れているような。もう、親父の声、外まで丸聞こえだし。シャクちゃん、結構いいとこ泊まってんじゃん。あー、デフ、マックスダイソーラの外ではお日さー。ノリーじゃん。本当に親父の相手しててくれたの？ありがとね。私、ダイマックスアドベンチャー結構楽しんだし、親父のなんとかツアーってのをちょっとだけやってみようかなーって。あ、ヤババ？何この空気。うおー、今から新しい伝説考えるから、ちょっとだけ待っててくれ。ババと一緒に探検しよう。なあ。いや、伝説考えるって何？てか、圧がすごい、圧が。とりあえずあれだ、シャクちゃんのためにピッカピカの輝く探検着作ったから着替えて待ってなさい。え、これ作ってたの？やばくない？いやー、超光ってるし。やだ、親父のは普通なのに、なんで私のはゴールデンなのよ。どっはは、分かりきってんだろ、パパの自慢の娘なんだぞ。目立たせて周りに自慢したいだろう。そういうとこ。もう気が変わったし、これあなたもらって。なんで？いらんのだけど。おい、なんでだよ。ゴールドセットいらんのだけど、あんな輝いてんでしょ。あたしアドベンチャーに戻るから待ってて、ダイマックスポケモン。ああ、シャークちゃん、裏返しなのか、愛情の裏返しなのか。だー、隊長、ドタバタしてすまねえが、と楽しかったぜ。それと、アジトはこれからも気軽に使ってくれていいぞ。これ、シャク屋だよね。さーて、これからは、マナ娘と家族交流の時間だな。おい、待ってくれ、シャークちゃん。これ二人とも結局ダイマックスアドベンチャー行っちゃうんだな。で、これで、あ、ザ・エンド。おお、これ一応終わりなんだ。ジ・エンド。あ、なんかある。なんかあるよ。で、
伝説のメモを手に入れた。ピオニーが落とした不思議なメモ。マックスダイソーナに光る穴が開かれた写真が貼り付けてある。このせいとほかかを継ぐ謎きょな穴もかせによは向こうは私たしているぼんと違ざいうらびがすいる。ピオニー隊長の落とし物かな。マックスダイソーナにいるピオニー隊長に届けよう。まあ、一応終わりっちゃ終わりなんだね。冠の雪原、あの伝説ポケモン各種を捕まえて、まあ、ここまでね、まあ、この冠の雪原のメインストーリーっていうものは終わったと。まあ、鎧の孤島でいうウーラウスのやつね、あれの、まあ、師匠を倒したところっていう感じにはなるのかな、一応ね。うん、伝説のポケモン全部捕まえたしね。じゃあ、あとは、このダイマックススワナーで、まあ、そのエンドコンテンツ的な、うん、ものを進めていけばいいってことなのかな。まあ、今回はとりあえず、まあ、キリがいいので、まあ、ちょうどエンディングも迎えましたし、まあ、今回はこの辺にしといて、まあ、次回以降、あればなんですけど、まあ、このダイマックススワナー、まあ、うん、とか、まあ、その先がまだあるならば、やっていこうかなと思います。はい、ということで、ここまでお付き合いありがとうございました。この続きもね、まあ、あるとは思うんですが、まあ、今、同時進行で、おそらく同じ日にね、この最、冠の雪原の最後が上がっている前に、ちょい前ぐらいに、ゼルダの伝説の、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの100年前を描いた、薬剤の黙示録っていうゼルダ無双をね、まあ、多分第1話が上がってると思うので、まあ、そっちもやらないといけないし、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドもまだ編集が途中ですので、まあ、そもそも本編まだクリアしてないしっていうところで、まあ、いろいろやることが、積もってるので、まあ、この冠の雪原ね、続きはいつになるかわからないですけど、うん、いつかやっていこうかなと思います。まあ、そんな長くならないうちにね、やっていこうかなと。まあ、その前に、うん、まあね、ゼルダ進めていきましょう。はい、ということで、ここまでお送りしたのはデフでした。オツデフ。